お元気ですか、ボクシミです。今回は 2023BBM ベースボールカードフュージョン開封動画、今度は、2箱目でございます。またね、やりたいと思います。こちらもね、あの1パック6枚入り、ワンボックス15パック入りなので、前編8パック後編7パックでやっていきたいと思います。まずは前編の8パック開けていきたいと思います。それでは前編の8パック開けていきたいと思います。それでは前編の1パック開封していきます。日本ハムの郡司裕也捕手でございます。ヤクルトの、野中哲大投手でございます。これ当時のカードでございます。でタイトルカードですね、オリックスの山本由伸投手、最優秀防御率のカードでございます。でこちらが初勝利の阪神タイガース富田蓮投手のカードでございます。阪神タイガース青柳晃洋投手です。でソフトバンクの田浦文丸投手でございます。2パック目でございます。タイトルカードです。首位打者のオリックスバファローズ頓宮裕真捕手でございます。読売ジャイアンツの江藤明内野手です。これ当時でございます。日本ハム北海道日本ハムファイターズの宮西直樹投手です。中日ドラゴンズの平田良介外野手のこれカードでございます。これ当時でございます。中日ドラゴンズのアロンド・パウエル内野手、ごめんなさい、外野手でございます。これ当時のカードでございます。で、最高出塁率の阪神タイガース大山祐介内野手のタイトルカードでございます。3パック目開けていきたいと思います。中日ドラゴンズの藤島健人投手でございます。広島東洋カープの前田健太投手でございます。これ当時でございます。で始球式カードでございます。これはタレントの菊池優香さんの始球式カードでございます。で阪神タイガース坪井元親外野手です。当時でございます。で楽天イーグルス村林一樹内野手でございます。で太陽ホエイズの畠山仁外野手でございます。はい、4袋目でございます。広島カープの松山雄平外野手でございます。で、北海道日本ハムファイターズの宮西直樹投手のこのね、これは、ユニフォームがね、違うバージョンでございます。で始球式カードでございます。モデルタレントの田中愛理さんの始球式カードでございます。横浜ベイスターズの工藤公康投手でございます。これ当時でございます。
中野拓夢内野手阪神タイガースと牧秀悟横浜 DeNA ベイスターズの最多安打のこれタイトルカードでございます。でソフトバンクホークスの石川修太投手でございます。5袋目でございます。ヤクルトスワローズの村上宗隆内野手でございます。広島東洋カープの栗林良治投手でございます。で支給付きカードでございます。シンガーソングライターのさだまさしさんの始球式カードでございます。中日ドラゴンズの平田洋介外野手でございます。これ当時でございます。阪神タイガースの島田帰り外野手でございます。横浜 DeNA ベイスターズの東克樹投手でございます。はい、6袋目でございます。埼玉西武ライオンズの中村拓也内野手でございます。ヤクルトスワローズの石川雅則投手でございます。で支給式カードでございます。空手家の角田信明さんの支給式カードでございます。でソフトバンクホークスの和田剛投手でございます。で浅村秀人内野手、内野手、楽天イーグルス近藤健介外野手、ポランコ、外野手、芝ロッテマリーンズの本塁打王のこれはタイトルカードでございます。で、横浜 DeNA の上里見大我投手でございます。7袋目でございます。読売ジャイアンツの平田薫内野手でございます。当時でございます。阪急ブレーブスの梶本武雄投手でございます。当時でございます。で、台湾楽天モンキーズのチアリーダー、リンシャンさんでございますの指揮カードでございます。阪神の坂本誠志郎捕手でございます。で横浜 DeNA の山崎康明投手でございます。で楽天の伊藤幸也内野手でございます。最後の8パックでございます。ヤクルトの北村慶吾内野手でございます。で横浜 DeNA の福田失礼しました、北海道日本ハムファイターズの福田優投手でございます。失礼いたしました。で始球式カードなんですが、これ俳優の山田杏奈さんの、ね、これは 300C カードでございます。わかりますでしょうかね、このハートが浮き出る、仕組みになっております。で松井裕樹投手楽天イーグルスの最多セーブのこれはタイトルカードでございます。横浜 DeNA ベイスターズの関根大輝外野手でございます。で最後は阪神タイガースの佐伯広人投手でございます。以上で BBM 失礼しました、 2023BBMフュージョン開封動画2回目の前編、終わりたいと思います。後ほどね、後編の7袋も開けていきたいと思いますので、よかったら見に来てください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。